どうもモンスターママです。ご覧いただいたらわかる通りね、足の関節がおかしくなっております。ということでですね、ちょっと前に私モンスターレストランでアルバイトをしたと思うんですけども、今回もモンスターレストランでアルバイトしていきたいと思います。ということで早速モンスターレストランのアルバイトにレッツゴー。レベル6行っていきましょう。さあマップがどんな感じ。お、またスケートボードがあるっていうことは多分広いんだろうね。とりあえずレシピとか確認していきますか。まずは装備をつけさせていただいて、食材が、これは今まで使ったことある食材だね。これ何？スパイダーアイ、クモ、スパイダー X、 うわきっつ、何これ、プリケツレック。そして、これがレシピ。うわー、食べたくないよね。うわ、無理無理。雲がどこにいるかよな。あー、ここが橋を渡っていく感じですね。うわ、めっちゃ雲の巣ある。やだ、待って待って。動いてる動いてる。気持ち悪い。これは、また右クリック。うわ、来た。うわ、ちょっと待って、きっつ。そして、雲いる雲いる。これ何？これも動いてるんだけど、めちゃめちゃ気持ち悪い。まあ、どこでどういうのが手に入るとか分かったんでー。死にました。これは死にました。お疲れ様でした。まあ食材がどこで取れるか分かったんだね。早速やっていきましょう。さあ今日の初めてのお客様はどのお客様でしょうか。お、ジェイソン様じゃん。いらっしゃいませ。でも余裕だよ。ジェイソン様ね、もう常連客だからね。それか、クモの卵をコネに渡して、それを焼いて、クモの目かな。オッケー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 。よし、乗ってこ乗ってこ。そして乗ってテンションも上げ上げピーポーで行っていきましょう。で、これね、橋落ちそうだから気をつけていこうねっていう話なんですよ。オッケー。卵が必要だったんだよね。はい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 。あ、これじゃないや。これ卵じゃないや。卵ください、卵。卵。あ、卵ゲットした、卵。そして、うわ、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。そして、クモ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 。あ、いた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 。目をください、目を。目来た。よし、気をつけて帰ろうね、落ちないように。よーし、いいぞ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 。まずは確かこれをね、フランケンにぐじゅぐじゅペイさせるんだよね。はい、フランケン、はい、ぐじゅぐじゅペイ。あんま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 。で、これ焼きます。これ焼いて乗せて、これ乗せてトッピング OK。 あ、なんか顔みたいな。はい、ジーズ様、お待たせいたしました。これハートベルのちょっと可愛くはないか。全然可愛くはないわ。ありがとうございました。おお、すごいせっかちなお客様だ。最初のお客様が帰る前に来たね。まあしょうがない、やっちゃいましょう。そんなに食べたかったんだね、私の料理。噂で聞きつけたんでしょ。それはなんだ、うん、これか。このベリーみたいなやつと、これなんだっけ、これなんか使ったことない気がするな。まあでも近くにありそうだよね。あ、ベリー、これやん、ベリー絶対これだよね。はい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 。で、なんかミルクか、あ、ここじゃない。あ、あ、これ、え、待って、あ、なるほどね。これで、組むんか。っていうことは、これ誰？牛か！ゾンビ牛みたいになってるんね。これで足りる？よし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 。待って、私さ、めちゃめちゃ慣れてない？もう一人前の料理人でしょ。そして、これをぐじゅぐじゅペーさせるんだね。はい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 。あんみゃ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 ん。あんみゃ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 ん。待って、あんみゃ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 んして、あとは？先にこれを置くのか。はいはいはい。あ、なるほど。あ、すごい、なんかジュースみたい。はい、お待たせいたしました。そしたらね、レベル7やっていきましょう。レッツゴー。さあ、マップも新しくなってるんかな。お、あ、いた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 、急に殴る。ちょ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 、来たばっかりで殴んないでもろて。レシピ確認していきましょう。これ前もあった。これも前もあった気がするな。あ、ここが組み合わせのレシピか。じゃあ今回ね、せっかくだからここら辺のオーダー受けたいけど、早速やっていきましょう。スタートクッキング。いらっしゃいます。え、なんか、え、待って。え、カマ？カマ？あった、こーわ、急にめちゃめちゃリアルなお化け。え、大丈夫？こんにちは、こんなカマコモ、ちょ、強盗強盗強盗でもするんですかっていう。あ、来た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 、新レシピ来たんじゃない？絶対新レシピでしょ、これ。これを切ってもらって、ソウルみたいなやつと、これ必要じゃん、これ必要じゃん。そして、スケボーに乗って、骨が必要だったよね、骨。オッケーオッケー。うわー、やめてくれー。本当にこれ落ちるの本当に嫌だね。ちょっと待って待って待って、結構急がないと。で、これも必要だったね、今。マジで落ちないで、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 よし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 。で、レシピ確認しよう、レシピ。ちょっと待ってね。そう、ちっちゃい骨か、ちっちゃい骨。痛い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 、本当に見て。骨、ちっちゃい骨来て、ちっちゃい骨。ちっちゃい骨来た。よしよし、帰る帰る帰る。僕も帰ろ、おうちへ帰ろ。でん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 。はい、帰る帰る帰るよ。めっちゃ早い、めっちゃ早い。素晴らしい。もう私、スケートボード選手にもなろうかしら。そして、これを、痛いです。本当にやめて、本当に。ちょ、この人かな？
はい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 、切ってもらって、で痛い、めちゃめちゃ痛いんだけど、本当にやばい、こいつやばい、こいつ本当一番嫌いかもしれない。切ってもらったやつ、なんかこの、あ、このパウダーみたいなやつ、パウダー、これか、これだよね、これだよね、まだ時間ある、大丈夫、焦んないで、焦れや禁物でございますよ、本当に禁物多物でございます。これ乗せて、これ乗せて、待って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 、大丈夫、焦ってない、焦ってるんじゃないの、タモさん大丈夫かな。あ、はいはいはい、こうして、うわ気持ち悪い、気持ち悪い、なんかすごいマガタマみたいな格好してたよ。あ、じゃあ、はいどうぞ、お待たせいたしました、めちゃめちゃ怖い、なんかすごい。店長、そろそろ私を料理長にしてはどうですか。店長顎外れてる、直せる、すご。じゃあレベル8行っていきましょう。いやーでもな、この辺になると難しくなりそう。おー、なんかマップめちゃめちゃ広くなってない？うわーマジかー、これ結構集めるの大変そうだな。そしてレシピが、あ、なるほど、こんな感じか。まあでもそんなに難しくなさそうだな。うん、いけそうなら早々なので、スタートクッキング、さあ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 、うおー、すごいすごい、ヨッシーデラックス、え、めちゃめちゃ怖、絶対機嫌損ねちゃいけない系のお客様だよね。え、怖い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 、ヨッシーデラックス怖。はい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 、そちらですね。脳みそと頭蓋骨と目ん玉と魚。脳みそ頭蓋骨目ん玉魚、脳みそ頭蓋骨目ん玉魚、脳みそ頭蓋骨目ん玉魚。はいはい、脳みそください、脳みそください、おいしょ。頭蓋骨来い、頭蓋骨、あ、来た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 、え、これいけるんじゃない。あとは魚、お魚どこにいる。スワンプ、スワンプどこ、スワンプって何、こっちかな、あ、こっちっぽいですね。よし、乗っていこう。はい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 、こちらでございますね。はい、ここで、あの、魚みたいなやつ、あの、気持ち悪いやつね。気持ち悪いやつをゲットってしていきましょう。いた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 。よし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 、オッケー。もうこれ多分さ、食材揃ってますよね。余裕じゃない？プロですよ、私マジで。もう私 YouTuber からさ、料理人に転職しようかしら。しかもね、スケートボード選手のね、あの、素質もあると思うんですよ、私。素晴らしいと思いませんか？はい、脳みそを焼く。ちょっと待って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 。本当にね、あの、妨害は良くないよね、妨害。はい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 。焼きまして、やりまして、やりまして、やります。骨を置いて脳みそで目ん玉。頭蓋骨、脳みそぶち込みの、目ん玉つけのお魚トッピング。これでいいんですね。気持ち悪いもの食べますね、ヨッシーデラックス。はい、どうぞ。お腹ブルンブル、おー、消え方独特。ということで、レベル8クリア。いや、もう嘘でしょ。残るはレベル9、レベル10だけですよ。行っていきましょう、レベル9。これまた看板が2つもあるからね。あっち行ったり、こっち行ったりするみたいだね。食材がまた畑系と、魚系と、うわ、出たー、このネズミのやつね。うわ、クロッツルッティル。ティア、レシピが、これも前作ったことあるで、これさっき作ったやつで、はい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 、はい、あー、なにこれ、ネズミの丸焼きみたい、キツ。やっていきましょう、いけるでショート、とどろきショート、きたー、ヨッシーデラックス。もうさっきじゃ物足りなかったんですね。私の料理の大ファンということでございましょうか。リンゴ、牛ミルク、カエルの卵とあれね。じゃあまずは先にあっち行っちゃいましょう。よいしょ、カエルの卵、あ、カエルの卵と、あとこれか、これか、これね。よしよしよし、もうスムージーですよ、皆さん。私、痛いです。痛いです。殴らないでください。痛いです。よし、牛ミルクだよね、牛ミルク。はい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 。あ、リンゴ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 。あ、来た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 。よし、デラックスさん、少々お待ちくださいませ。ですね、レシピの方確認していきましょう。焦らないでいきましょうね、皆さん。本当に。オッケー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 。リンゴを、はい、焼きました。リンゴを焼きました。リンゴを焼きました。何回言うんでしょうか。リンゴ焼いた後にミルクかけて、粉かけて、卵をトッピングですね。はい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 。リンゴ、ミルクを、粉かけて卵トッピング、気持ち悪い料理ができました。はい、お待たせいたしました。あ、ジェイソン様、仕方ないな、ちょっと余裕すぎちゃったんで、ジェイソン様にもね、料理提供してあげましょう。はい、そちらもまたまた新料理でございますね。ネズミの体とこのカビチーズみたいなやつがね、もう華麗な滑りを見てください、こちら。はい、こんにちは。あ、来た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 、ネズミの体来た。あとカビチーズだね、あとは。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、これでもう食材オッケーです。はい、体を焼いて、はい、チーズも焼く。そしてこれ乗せて、嘘でしょ、ごめん、なんか、ごめんなさい。ジェソ様どうぞ。本当にそれ美味しいですか？あは？ミッキーも。ということで、レベル9もね、2回連続クリアできちゃったので、もう最後にね、レベル10行っちゃいたいと思います。あ、ネザーと牧場があるんだね。で、ここがあの、お魚ゾーンね。でもなんかいけそうな気がするな。ということで、レシピ確認していきましょう。あ、食材はもう全部見たことあるやつかな、きっと。で、レシピが、これとか作ったことないんじゃない？かなり量を組み合わせてますね。ふん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 。組み合わせ系、ここの2つが難しそうだわ。でもいけそうなのでやっていきましょうか。いらっしゃいませー。ジェイソン様、もう私のこと好きでしょ。もうね、常連客だからね、素早い提供いたしますよ。あ、それか、それさっき作ったよな。ミルク置いて、ベリーかけて、これちょっと一見ね、原宿好きな JK が飲んでそうだけどね、痛いです。
たいです。あれってか待って、レベル10クリアしちゃったんだけど。でもな、さすがにこの2つねクリアするまではやりたい。いやマジでちょっとお客様新商品頼んでくれませんか本当に。はい、素晴らしい。もう分かってるわ。結婚しよっか。え、これだね。絶対失敗できない。玉とミルクとベリー。とりあえず、ベリーとミルクを取りましょう、ここで。ミルク、ミルク、ミルク、ミルク。よいしょ、ありがとう。ほい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 。そして、このままネザーの方に行ってね、玉を取りに行きましょう。待って、マジでこの華麗な滑り見て、本当に。あ、どうもしちゃった。玉、玉、玉、玉。そして、食材集まりました。これ、焼く、ぐじゅぐじゅペーして、トッピングしていくのね。はい、焼く、そして、ミルクをぐじゅぐじゅペー。ここ置いて、これトッピングして、こうですよね。完成ですよね。腐ってたな、色完全に。はい、どうぞ。あとはね、これをクリアしたらね、完全に一人前の料理人です。なんか可愛い子来た、可愛い子来た。ねえねえ、顔見せて。怒ってる。不機嫌。うわ、上唇分厚。いらっしゃいませ。可愛いね。お化けの中でも一番可愛いよ。ナイス！ナイス！好き！好き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 ！小麦、リンゴ、これネザーのやつね。小麦とリンゴだけでいいのかな、ファームは。よし、やっとこれで脱料理人できるわ。ということで、小麦、はい、リンゴください。よしよし、ナイス。やっと作れるよ、本当に。もう、うずうずしてたよ、私の料理の腕が。新商品ね。なかなかみんな頼んでくれなかったから、そんなに美味しくないのかなって心配になっちゃったよ。ネザーに行きまーす。ふい。よし。小麦を焼いて、リンゴぐじゅぐじゅペーからの、それにトッピングトッピングトッピング。オッケー、行きましょう。よし、皆さん。私の華麗な滑りも見納めですよ。はい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 。あー。これまず焼くじゃん。そしてリンゴぐじゅぐじゅペーじゃん。そしてこれにこれか置いて、これかけて、これトッピング。うわ、やば、色やば。え、地獄の色してたけど、どうぞ。あ、かわいい、笑顔だ。かわいいね。あ、満足したの。あ、ちっちゃくなってくんね。かわいいね。おー。急に方向転換した。そういえばさ、思ったんだけどさ、店長、お給料は？お給料？そんなものよりお主はもっといいものを手に入れたじゃないか。それは汗水垂らして作った最高の料理を。いや、そういうのいいんで、お金ください。え？はい、ということで今日の動画は以上です。フランケンのミャンミャンミャンが可愛いと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。可愛くないと思ってもチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。 SNS は Twitter、Instagram、TikTok やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。フォローしていただけると嬉しいです。ではでは、明日も一日頑張りましょう。タマでした。バイバーイ。おつたま。